アイテム番号 SCP-105JD オブジェクトクラスユークリッド特別収容プロトコル SCP-105JD はサイト8173内の耐爆指向された5m×5m×12m の植物育成室で、厚さ 25cm 以上のコンクリートで構成された直径 3m、深さ 1.5m の植栽ユニットを用いて収容してください。1日に3度、収容室内にスプリンクラーで水を噴霧し、SCP-105JP の表面を湿らせてください。SCP-105JP が植栽ユニットの容量を超えそうになった場合は、耐爆スーツを着せた D クラス職員に節の部分を切断し、隣接する加工室にて SCP-105JP-A を吸引してください。SCP-105JP-A を吸引する場合は、不活性ガスで満たされた再収容チャンバー内に SCP-105JP を格納し、専用吸引器を用いてください。なお、SCP-105JP の成長速度が最終のペースに間に合わない場合は、採集した SCP-105JP を耐爆チャンバー内に格納し、遠隔操作で燃焼させてください。SCP-105JP を用いての実験はレベル3以上の職員の許可を得てください。また、SCP-105JP-A の採集を独自に行う場合は、採集予定量と使用目的を文書化して提出し、レベル4以上の職員の許可を得てください。説明。SCP-105JP は県の山中に自生していた竹の一種です。外見的には日本に広く自生するマダケと変わりありませんが、節と節の間の空洞内に可燃性のガス。SCP-105JP-A として、を蓄積します。SCP-105JP-A は摂氏マイナス20度以上ならば、酸素と混合するだけで加熱、膨張します。また、SCP-105JP 内の SCP-105JP-A のガスは、約800エクトパスカル程度と周囲の大気圧より低いため、SCP-105JP にひび割れが生じると周囲の空気を吸い込み、空洞内で燃焼反応が生じます。結果、SCP-105JP-A の膨張に耐えきれず、SCP-105JP は破裂します。SCP-105JP の破裂の威力は空洞内の SCP-105JP-A の量に依存し、大きなものほど威力も高くなります。そのため十分に成長した SCP-105JP は、破裂の際に飛び散る破片やの威力が手榴弾に匹敵します。SCP-105JP の生態は竹に近いのですが、地下茎の成長が遅いためか、コロニーの拡大が穏やかです。しかし、SCP-105JP が破裂した際に、周囲の SCP-105JP が乾燥して燃えやすい場合、引火します。燃焼により SCP-105JP の表面が割れ、同様に破裂が連鎖的に発生し、山火事へと発展します。山火事は SCP-105JP のコロニーは愚か、周囲を完全に焼き払ってしまいますが、SCP-105JP は熱を免れた地下茎から再度発芽し、近隣の植物の灰を肥料にしてコロニーを拡大します。SCP-105JP が自生していた地域は、本来湿潤な気候であり、発火に至る可能性は低いはずでした。しかし1900年の干ばつにより一帯が乾燥していたため、破裂を発端とする山火事が生じ、連鎖的な爆音により財団にその存在が知れました。近隣住民には、旧日本軍の備蓄弾薬の暴発事故、というカバーストーリーを流布しました。ですが、近隣住民の間には、天狗の鉄砲、や、鬼の柏で、といった、山から響く謎の音についての民話が残っているため、SCP-105JP は古くから自生していたと考えられます。現在エージェントが近隣の集落に潜入し、SCP-105JP のコロニーがないか調査をしています。収容中の爆発事故を避けるため、伐採された SCP-105JP から SCP-105JP-A を採集しているが、SCP-105JP-A は可燃性のガスとしては非常に優秀で、
ボンベに詰めるだけで簡易の火炎放射器を製作することができる。竹ごと破裂させるよりかは、かなり有効的に使えるな、博士。中、SCP-105JP が地表に顔を出すとき、そこそこの太さになっている。つまりは地中でもそれなりの大きさであるということだ。この可能性に思い至ってから、どうにも SCP-105JP の味が気になってしょうがなくなってしまった。そこで、SCP-105JP の、SCP-105JP 衛星正解指示機確認のため、という名目で、B クラス職員に命じて土壌から顔を出す前の SCP-105JP。つまりはタケノコを採集させた、対爆スーツを着込んで切ってみたが、未成熟な SCP-105JP 内には SCP-105JPA は蓄積されておらず、何も起こらなかった。タケノコは薄く切って出汁と醤油で煮込んでみたが、味の染み込みが非常に良く、歯ごたえもほのかな苦味も良かった。また収穫しよう。今度は炊き込みご飯だ。博士。中、次は私も混ぜなさい。前原博士。